はい、どうもマモチです。よろしくお願いします。プロスピ6やっていきましょう。 WBC モード最終回ですね。メキシコ戦頑張っていきます。難易度なんですけども、最終回決勝トーナメントスピリッツやっていきたいと思います。頑張るよ、勝つよ。まずは涌井選手でしょ。山口選手が出れないの、これは痛いね、これは痛いね。コメントでね、ダルビッシュ抑えでやってあのスライダーで締めてくれっていうコメントがあってね、それはちょっと俺もやりたいと思います。頑張ります。まあ山口選手は今回、まあルール上出れないということで、藤川選手8回ダル9回って感じかな。よし、昨日これでねハマってたから、このままいきますか。頑張りましょう。オリックスファンの方からのコメントで、WBC 終わってから小松選手はなんかちょっとおかしくなっちゃったみたいだね、2008年ぐらいの復活をずっと願ってるっていうコメントがあって、 WBC がなんか影響したのかね、たまたまかな。よし、頑張ろうぜ、勝とうぜ。世界の頂点がついに決まります。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。メキシコ代表対日本代表決勝戦の模様をこれからお送りいたします。お隣には田尾康さん、黒木智弘さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。期待してるぞ。まあ打撃の方はね、難易度1段階しか上がってないからだけど、打撃守備か、打つ方よ、打つ方は強いからスピリッツだからね、ついていけるかどうかだな。頑張ります、頑張りましょう。日本の攻撃、一応能力チェックしますか。3回目といえどもね、チェックしておきましょう。投手データ野手は、守備陣見ていこうかなと思ってます。頑張ろう。マウンドは先発ピッチャーデセンス。まずヒット打ちたいな。今日の第1球、初球はストレートから入りました。この球は入りません。2球目はどう攻める。低めインコース、ストライクゾーン。やっぱあれか、全てベストピッチな感じかな。内への変化球は今のとこベストピッチだけだな。ワンエンドツーバッティングカウントになった。この球は主審はボールと見ました。ワンエンドスリーになりました。次が5球目、まっすぐで決めました。ボールカウント、おー入ったのか。さあ2エンドスリー、さあ出ました貴重な、ここは大事に攻めていきたい。いやー、何か仕掛けてくるんじゃないですか。面白いとこですね。ベンチは何か、さあ日本代表送ろうか、ここは。いきなり牽制、果たして送れるか。うまく初球は最初は見ていきます、ボールにしてきました。フォアボールでランナーを出しています。これは低めいっぱい入っています。これは手を出させません。送ります、うまい、取りました一塁送球。よし、取るぞ、点取るぞ。これでワンアウトになりました。自分のバッティングをすればいいですよ。結果として日本代表送りバントでランナーは二塁に進んでいます。さあ第1球、最初はストレート乗ってきました。ワンボールです。次の2投目、際どいコース、枠をいっぱいに使ってきます。さあ次の3球目、次はインコース、このカーブで追い込んでいます。きつかったな今のは、手出なかったな。さあ第4球、よっしゃな、昨日の再現みたいだな。あれは取れない、ワンバウンドヒット。打ったバッターは二塁へ向かいます。中継のショート、ナイバッチ、ホームインしました。タイムリーツーベースヒット。俺こうなると調子乗ってね、強振するから、つい強振。もう一度見ていただきます。いやー華麗ですな。昨日もね、青木1打席目こんな感じのヒット打ったもんね。いけるぞ、スピリッツ強するぞ。さあいい形に持ってきました小笠原。じゃあちょっとここらでホームランでも決勝だしね、ホームランでも打ちたいじゃないですか。初球は変化球から入りました。カウントノーワン、初回からの失点、あとはきっちり抑えたいところなんですが、すでに1点を許しています。さあ3球目はどうか、
カーブが外へ外れています。一塁ベースが空いています。ストライクになります。ここでストライクカウントが入りました。際どいが、なに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 、そしてこのバッターです、中島。これはこれはホームランを予告してきました。打ってやろうじゃないの。かっこつかないでしょうね。はい、さあホームランを期待しましょう。ゲームは初回から動き出しています。さあ5位。さあ初球です。最初のボールを決めました。これは全く手が出ません。インコース外れてワンエンドワン。この回はちょっと球数が多くなっています。次が3球目ボールです。ワンエンドツーになりました。これはストレート。危ない、今全然見えてなかった。この回だけで20球を超えています。今度はスライダーを持ってきました。絶妙のコントロールを見せます。 2-3 からの6球目。くっそくそ。さあ次で決めるか。変化球を打っていった。ファウルになります。まっすぐ打ちました。いや手出るな、今ボール球だべ多分。うい、ボールを選びました。チャンスを広げます。無理なボールに手を出しませんでしたね。2回ぐらいじっくりボールを見ていきました。そして任せなさい、どっちにしたって流し打ちできないんだから。この勢いでね、大量点いきたいですね。初回から先制点が。何みたい、満塁ホームラン。分かった。最初の1球は何か。最初はシュートを持ってきました。ボールカウントノーワン。さあ次のボールは低め打ちました、レフトへ。あ、まず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 。ランナーがスタートしていますが三塁へ送ります。アウト。これで3アウト。1回の表が。おーやらかしたぞやらかしたぞやらかしたぞ。まあいいだろう。待って守ります。日本の先発ピッチ。いや攻撃はなんとかなりそうだな。問題は守備だ。1回の裏、まあさすがにアメリカよりはって感じだと思うけどね。難易度分を計算したらアメリカよりも上かな。やっぱパワーはあるね。よし、いやもったいねえことしちゃったな。走っちゃったんだよな。やばいと思った時に時すでに遅しだったもん。初球変化球空振りです。ワンストライクノーボール。さあこれは痛烈だ。打ち上げてセンターの打球ワンバウンド。なんだ打ち合いになるのかな。センターへの打球は望むところでしょう。いきなりヒットのランナーを許しています。1回の裏。さあメキシコ代表センターへのヒットでランナーを出しています。初球変化球は空振りです。ワンストライク。いきなりランナー一塁としています。送ってきました。取って一塁に送ります。さすが職人芸、簡単にバントを決めています。同じパターンだぞ日本と同じパターンだぞ。3番ゴンザレス。メキシコ代表送りバントが成功してランナー二塁となっています。初球を投げてストライク。ワンラッシングです。これは当たりません。さあバッター追い込まれています。キャッチャーの要求は3球三振。遊び球はありませんでした。ツーアウトに。ちょごめん、難易度大丈夫だよね。昨日のまんまってことになってないよね。スピリッツだね。よし、どこに入れてくるんでしょうか。まずはコーナーをついてきます。ワンストライクです。横へ曲げてきました。ちょっと力入りすぎじゃないですか。ええ、豪快な空振りでした。次の4球目外れました。ツーツー。これは外れます。ツースリーまでよく見てますよね。はい、しっかり捉えた。これは宇宙間が上がりました。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあヒットが出ました。誰だ誰だな。いや、ここで押し込みましたね。まだまだナイバッチ。そしてメキシコ代表、さあ同点となるタイムリーヒットが出ています。初球は手を出しません。147キロです。さあどうでしょう。今度は落としてきました。思わずねバット出ちゃいました。なんと空振り三振。スリーアウトチェンジ。さて点取るぞ取るぞ。初回の感じだったら、まあ、ジャックマンさっきの、ね、ガイアフライやっちまったけど通用してるから、通用してるから。まずは塁に出たいこの回の攻撃になります。攻撃中の日本、先ほどのイニングは残塁が3つ、しかし1点が入っています。初球は最初から際どいコースを狙ってきました。これは手を出させません。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。まっすぐを打って、うわー惜しいね惜しいね。セカンドフライに倒れました。次のこの回はワンアウトになっています。
これ通用するからっつって向こうが勝手に自滅しただけだからな。同点になっています。これはボールになります。2球目も外れています。今日最初のバッターボックスに入っています。変化球決まってワンツー、ゾーンいっぱいに投げ込みます。この回はまずワンアウトを取っています。スライダーを持ってきました。ワンスリーです。さあ何を見せるか。何今のパーム、無理に手出さなきゃよかったな。これでアウトカウントが2つ、セカンドフライに終わりました。そして次の球、よし山田さん頑張ろう、塁出ましょう。最初の1球、最初から丁寧に攻めてきます。際どく外れた。2球目です。今度はまっすぐ来ました。結局ボールが2つになりました。今日最初のバッターボックスです。これはバッター棒立ち、ワンエンドツーになっています。この回まずバッター2人を打ち取りました。低めのボール入りました。ツーエンドツーになっています。厳しいなそのパーム、スライドパーム。変化球打った、打球は左へ。ナバッチ、ツーアウトから塁に出ます。レフトへヒットを打ちました。ここで打順が一巡、この回ツーアウトから簡単に打ちました。しかしその後ヒットを打たれました。その初球ボールになりました。ワンボールになりました。この前の打席フォアボールで出塁しています。レセンス、今日は2回途中までを投げて許したヒットが2本、この回は1本ありました。外を3球とも外に持ってきました。この回ヒットを打たれています。さあファーストランナーがスタート、見送ってストライク。余裕がありました。いやもう完璧な投球でした。はいですね。さあ5球目、ストレート落ちました。うわっうまっ抜けたと思ったぞ今俺。普通に取られたね、抜けたと思ったな。盗塁うまかったね。よし抑えよう。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライクノーボール。初回に失点、ここからはきっちりと抑えたい。いい当たり大きいぞ、後ろに下がる下がる。この回は無失点、無失点というか、まあ、3人で終わらせたいな。一塁送球、よしぞ。一塁はアウトです。セカンドゴロに終わり、今日の1打席目になります。最初の1球は何か。変化球を打っていった、レフトに持っていきました。レフト後ろに下がります。しかしこれは守備範囲、これで3アウト。さて試合は同点のまま3回に入っていく。さあこっからよ、3回の表日本の攻撃。青木選手の前にランナー貯めておきたい。すごく打ってくるから。先ほどのイニングは残塁が1つ、そして無得点に終わっています。ここまで両チームともにヒット2本となっています。見送った、ワンエンドワンです。これが2回目のバッターボックス。さあ次の3球目。いやーダメだ、手出さない方がいいな。もう手出さなきゃな。変化しました、今のが50球目ファウルボール。打たされました、左へ。今のはですねカーブに対応できませんでしたね。はい、できませんでした。打順この回はワンアウトになっています。青木は打つぞ。低めのボール打った、打球は左へ。惜しい惜しいな。いやー待ってな、そしてバッちょっと互いに止まっちゃったか。初回だけだったね。最初の球は、いや止まるわけにいかないね。初球シュート、俺ね多分カーブ打てるんじゃねえかなと思ってて今。さあ第2球、外外れてボール、これも外目に行きました。ツーアウトになっています。外、これはボール、これは釣り球、引っかかりません。先頭打者は内野フライ、その後も内野フライでツーアウト。初回の1打席目ファーボールを選んでいます。次が5球目、よしだ、これはファーボール、ここでファーボールを与えました。そして次、初回の第1打席ファーボールで出塁しています。どこから行くか、初球わずかに外れてボール。絶対このコースに何かある。次はどう攻めるか、外、これはどうか、ノーツー。この回あっという間にツーアウトになりました。しかしその後にフォアボール、ランナー許しました。1対1同点となりました。この試合あっと打った、今のはファウルになります。ツーアウトランナーなしからフォアボールを出しています。くっそー、やっぱ追い込まれちゃった。さあツーストライクまで来た、あっと打ちました。セカンドへの打球取って一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回のヒット2本か、まあボールも選べてるしな、向こう球数多いし。はどうでしょうか。第1球は
初球から打った痛烈当たり、これはセカンド一塁送球。まあ出来としてはこっちの方がまだいいだろう。同じ1対1ヒット2本でもセンターへのヒットを放っています。さあ第1球、初球振りません、ノンストライクワンボール。さあ2球目、まっすぐを持ってきました、149キロです。この回もまずワンアウトを取っています。これはストライク、スライダーで追い込んでいます。さあ次の4球目は、ナイスボール。いやー、そしてこの回まず初回の満塁もったいねどう考えてももったいね、ここに来て悔やまれるわ。思ったより点が入んねえしさ。ここはカーブできました、変化球で2ストライク目を取りました。高めのインコース2エンド1。さあ第4球、これはもう2エンド2になりました。打たれるかも、まっすぐを打って打球はピッチャーの横取って、一塁へ、一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。3回の裏を終了、メキシコ代表この回も3人で攻撃が終了しています。やっぱ流し打ち持ってる内川選手に期待してるから、俺的には。あ、ピッチャー変わった、今日最初のピッチャー交代です。レイエス同点という場面、マウンドに上がります。日本に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。さあどんな、ちょっとチェック、オッケー。この前の打席はどうやって塁に出る、レフトフライに終わっています。綺麗に捉えましたね。初球です、最初は見ていきます。ボールカウントノーワン、このボールはどうか、入れてきました。これは手を出させません。両チームともにヒット2本を打っています。3球目はどうする、これは変化球、ワンエンド2になりました。1対1同点のまま変わりありません。攻撃中の日本、3回までは5つの残塁、そして4回の攻撃中です。ストライク、うわっと本当か、いやこのストライクゾーンギリギリがむずいね、いまだに。よし、いやーボール選べてるもん。バッター DA、 ノーアウトでランナーを出しています。何から持ってくるか、まずはストライク、ワンストライクノーボール。2回の1打席目、セカンドフライに倒れています。まっすぐ打ちました、ナイバッチ、前に突っ込む、これは取れない、ワンバウンドヒット、ヒットになった、初めてのヒットが出ました。さあノーアウトでランナーが2塁と1塁にいます。初球はどうでしょうか、その初球ボールになりました、これは外れました。2回の最初の打席、セカンドフライに終わっています。今日2度目のバッターボックスに入っています。緩いボール打った、打球は1、2塁間取りました、1塁に送ります。まあまあまあ締めだ、ちょっとよく出たんだちょっとよっしゃ、点入るぞ、2点入るぞ、見とけ、点入るぞ。リードを取れるね、場面できましたよ。はい、この場面は点を入れておきたい。ワンアウトになっています。次の2球目、外のボール打ちました、ファウルです。2回の第1打席、レフトへのヒットを放っています。3投目、変化球は入りません、ワンツー、わずかに外れてワンスリーです。さあ何を見せるか、これは変化球、枠いっぱいに決めていました。さあフルカウントになった、行って、フルバウンド、よっしゃよっしゃ、ヒットになる。いやーさすが山田さんだもん、第1タイムリーヒットが飛び出した、1点を追加しました、バッチ。走れねえかな、怖いかな、危ねえかな。ここは長打が欲しいですね。まあでも守備隊形をよく見ていくと、低めのボール打って取って、アウトが2つ。あららら、守備範囲広いね。ランナー胸に頑張ろう、1点を失っています。走ろっか、どうする、どうする、どうする。最初の球は初球ストライク、カウント1ストライクノーボールです。さあ3回目のバッターボックス、1塁ランナーがスタート、3塁ランナーはこれはセーフ、盗塁成功。高め、これは外れた、2ストライク1ボール。ストレート打って取って、スリーアウトチェンジ、惜しかったな、1点は。いいぞ、まあ、ちょくちょくしか、ね、ちょっとずつしか点が取れないけどね、確実に取っていこう。4回攻撃中のメキシコ、まだ30球よ、余裕あるよ。4回の攻撃はどうでしょうか。さあどこから来るか、まずはここ大事だね、さっきね初回1点取った後すぐ追いつかれてるから。あっと低め、2ストライク、落ちる球を持ってきました、バッテリー外してきます。次の4球目、内へのボールは見ましたね、はい、しっかりと見ました。うわーやばいな、迷ったらまずいんだよなこういうのが。低
外れました。カウント 2-3。 強烈な当たり、まっすぐ打ち返した、抜けた、センター逃げます。さあヒットになった、同点のランナーノーアウトから出ました。ここで打順、さあメキシコ代表センターへのヒットでランナーを出しています。何から持ってくるか。まずは初球ストレート、いいスイングしてんですけどね。はい、豪快に振ってきました。変化球、空振りを取ります。ツーストライクノーボール、わずかに外れて2エンド1、際どく外れた。さあ次の4球目は、あっと今度はインコース、2エンド2になっています。これも痛烈な打球、くいやー、せっかく1点入れたのに。今はどうでしたでしょう、タオさん。あのマス、この回ヒットを2本打たれています。まだ4回、うん、ゲッツーシフトで OK だ。打っていった、抑えた、2塁へ送ります。これはアウト、単独のある守備を見せました。ゲッツー成功、よし、1塁もアウトです。これは見事な守備、本当いい選手です。うまいじゃない、守備コーチも嬉しいと思いますよ。本当によく鍛えられた守りです。ここで涌井、4回途中までを投げて許したヒットが4、そして1失点となっています。今日の奪三振の数は3となっています。この球は見ます、ゾーンいっぱいに投げ込みます。さあ3球目はどうか、変化球は外、2エンド1になりました。しかしこの球はボール、2-2。次が5球目、ナッチ3アウトチェンジ、よし、三振で完璧になりました。いいぞ、接戦が続きます。もう1点ぐらい欲しいね、ちょっともう怖いよね。メキシコ代表、元川とぞ、2回目のピッチャー交代です。リンコン1点リード、5回の能力チェックだ。リンコン、あーはいはい、2つしか変化球ないってやつ。攻撃中の日本、前の攻撃では2人残塁、しかし1点を入れています。第1球、最初からコーナーをついてきます。ワンストライク、ここまでの日本ヒットが4本、2得点という内容です。日本がリードしています。ストレートを持ってきました。これは手を出させません。際どく攻めるのか、低め打ちました、右方向、ファーストフライに倒れました。ナバッチ、さあこれが3回目のバッターボックス。内へ、最初は高めに来ました。この球はボールになります。この回はまずワンアウトにしています。あーっとこれはいい当たり、この当たりは気持ち、あ、気持ちよかったんだから取らないでね、ほんと久々なんかこう、久々いい感じのなんか当たりが出たのにさ。スイングの速さは練習の賜物ですよ。練習の賜物だって。さあ3回目の打席、外のボール、ボールカウントノーツー、ツーアウトになっています。内へ、ワンツー、これはバッター動けません。この前の当たりは芯で捉えたんですが、セカンドゴロに終わっています。決まりました、ツーストライクツー、入ってねえって今のは。変化球、左への打球です。うん、ツースリー、ボールカウントツースリー。次はどこを攻めるのか。よし、ここでフォアボールを与えました。そしてこれが今日3回目の打席、これはショートになります。取って一塁へ送ります。アウトです。華麗なプレーでした。今のプレーをもう一度見てみましょうか。守るぞ涌井、今日の4回までのピッチング、打たれたヒットが4本、そして1失点というピッチングです。どこに入れてくるんでしょうか。まずはストライクを取りました。ワンストライクです。これが2回目の打席、決めてきます。ボールカウント2ストライク。さあ3球目はどう攻める。ここで50球か、いいペースですな。バット、ワンアウトランナーなし。いやー、涌井はな、ほんと使いやすい。あ、やられた、びっくりした、初球しっかり捉えた。この打球はレフトへ、びっくりした、やられた、本当に。1回に終わりました。2アウトになっています。気引き締めていこうね。今の危ないよ、なんか怖かったもん。初球は手を出しません。ボールカウント1ストライク。2投目は今度は外に来ました。ちょっと低いんじゃないですか。 A という空振りに取った1球でした。ストライク、ストライク、三振、スリーアウトチェンジ。さて試合は1点差のまま、よし、打つぞ。ワールドベースボールクラシックファイナルは6回の表、日本の攻撃、トップバッター内川、右のバッターボックスです。リンコン、今日は1回を投げて許したヒットはありません。長打が欲しいな。
4回の2打席目ライトへのシングルヒットを放っています。さあ3回目のバッターボックス、低いボール前に出ます。ワンバウンド、ワンバウンドした。ノーアウトからランナーを出していきます。ライトへ先頭バッター、車さん今日当たってないんだ。第1球はどうか。まずは初球見送りました。いいところへ決めてきます。2球目ストライク、ツーストライクです。厳しい今のは厳しい。追い込んだ、変化球打った、取られるね。取ってワンアウト、ショートフライに倒れました。そして打順が変わります。岩村、赤瀬時計、その後は内野フライに終わらせました。だいぶリンコの球筋を見たから。ワンボールになりました。この回はワンアウトになっています。変化しました。4回の第2打席、2打席連続のヒットを放っています。さあ3球目は、さあ3回目の打席、さあバッターちょっと有利、この球は外いっぱいに決まった。ツーツー。さあ5球目打って、これは低い打球、こんなとこばっか飛んでくな。もっと溜めていいんだな、もっと溜めていいんだな。2打数ノーヒット。さあ最初の1球、初球はボールになりました。ノーストライクワンボール。一郎、今日は一度の出塁、フォアボールがありました。ストレート落ちました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ、うん、6回の表までゲーム。ちょっと厄介ね、リンコン打てそうな気がするんだけどな。ここまでの投球内容を見るとややボール球が多くなっています。ボール球が多くなってる。6回、ここまでのメキシコ打った人は4、あ、そうかい。そして1点を入れています。警戒してるってだけよ。初球からコーナーをついていきます。このコントロールです。2投目は膝元へ決めてきました。ツーナスイングです。さあ外してくるのか。さあこの打球はショートへ、うまいもの、一塁送球、警戒、ショートゴロに倒れました。安心して見てられるでしょう。1球目狙っていって当たりません。ワンストライク、ここもまずワンアウトにしています。これはスライダー、ワンエンドワン。3球目一塁に送ります。よし、一塁、いや、こっからな、こっから打たれんだな。倒れました。そしてバッターゴンザレス、左のバッターボックスです。この回まず2アウトを取っています。どこから行くか、外から攻めていきます。カウント1ストライクノーボールです。奪った三振の数が6となっています。これが今日3回目の打席。ストレート、打球はショートへ、ショートが抑えます。一塁へ、一塁の後で3アウトチェンジです。ゲームは中盤6回です。すごいな。さあそろそろね、点取ってこよう。毎回言ってっけど、毎イニング言ってるけど、本当に点取るから俺は。組み立ててくるか。初球振りません。ノーワン。川崎、このゲームは塁に出られていません。これはボールです。2つボールになりました。今日ここまでは2打数でノーヒット。今度もまっすぐできました。ノースリー。リンコン、今日は2回を投げて許したヒットが1本。失点なしの成績です。このゲームの解説は田尾康さん、黒木智弘さん、お二人でお送りしています。次が5球。いやー、ショートへの打球。取って全部そっち飛んでいく。アウト、一塁アウト。ショートゴロに終わりました。引っ張るから。ちょっと今回引っ張るから。ピッチャーの正面、いや一応バツボタン押したから流し打ちじゃなかったよ。よし、打ったぞ。しています。今日はまだヒットはゼロ、出ていません。さっき当たりだったよね、ガッツ。まずは牽制。さあ日本代表、ワンアウトからヒットが出ています。これも牽制、一塁、これはセーフ。小笠原、ここまでフォアボールでの出塁が2回ありました。初球です。まずは初球ストライク、ワンストライクです。リンコン、今日は2回と3分の1を投げて打たれたヒットが2本、そのうちの1本がこの回です。この前の打席はきっちり捉えたんですが、センターフライに終わっています。これが4回目の打席。もうすごいな。これは1塁セーフになります。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを打たれています。内への球で2ストライク目を取りました。これはちょっと手が出ません。次が4球、空振り三振、三振、今のシーン。そして今日は、いやー打ちたい、点が欲しい。まずは見送りました。この球は枠に入りません。点差変わらず1点差、日本がリードしています。5回の3打席目、ファーボールを選んでいます。これはストライク、ボールカウント2エンド1。あっと当てるのが精一杯ありました。惜しい。3アウトチェンジ。7回の表がきついな、リンコンきついな。
7回、まだフォアボールを出していません。さあ第1球でしょ、フォアボールゼロでしょ。なんかさっきボール球置いてなんかぼやいてたけど、これが伸びます。涌井今日の6回までのピッチング、許したヒットが4本。あーっと打った、どうする。さあ追い込んだ、9回までいけるぞ。このペースでいけばね、3球とも低いコースに。ダルビッシュ出すか。まっすぐ打ちました、打球は右へ、取りました。ダルビッシュ出すのか、セカンド。さあ3回目の打席、どこから行く。まずは簡単にストライク、涌井がすげえんだもん。ストレート、ワンアウトになっています。外の球、これは入りました。ツーストライクの、だってまだ70だよ。強い当たり、ピッチャー返し、センター返し、綺麗に抜けてきました。気をつけよう。ここでヒットが出ました。メキシコ、ここまで放ったヒットの数は5となり、同点のランナーがファーストにいます。タッチしましたが一塁はセーフ。涌井今日は7回途中までを投げて許したヒットが5本、この回は1本ありました。さあ3回目のバッターボックス。さあ2球目は、これはカーブでしょうか。カーブで追い込みました。キャッチャーのサインは、落ちる球を持ってきました。2エンド1。さあ4球目、まっすぐできました。2ストライク2ボール。あっと打ちました。打球はセカンドの前、抑えた。2塁はアウト、1塁はアウト、カレーですな、カレーでしたな。最後はダブルプレーに終わりました。さあ打てねえんだよな、どうすっかな、変わんねえかな。ピッチャー買った。3回目のピッチャー交代です。ロドリゲス、1点差の場面での登板となります。さあ8回、このピッチャー交代がね、日本にとっていい方向に働けばいいけど。よし、城島、このゲームは出塁1、フォアボールを選んでいます。何を投げてくるか。その初球ボールになりました。ストライク狙ってきたんでしょうか。今日4度目のバッターボックス、外れてボール。結局ボールが2つになりました。次が3球目、ストレートは決まりません。これ仮にランナー出たところで俺ダイソー出せねえぞ。攻撃中の日本、ね、バッテリーが変わっちゃうわけだから、結局無得点に終わりました。カーブを投げてきました。カウント1エンド3。さあ何を見せるか。さあ待望のランナーがフォアボールで出ました。そうですね、これは今日当たりよ、流し打ち輝いてるよ。さあ初球、その初球は変化球でした。ワンナッシングです。2球目はどうでしょう。外へ変化球持ってきました。ツーナッシングです。入ってる風に見えねえもん。一気に来るか。危ない、バット出しません、ね、危ない、今の危ない、手出なかった。次が4球目、低めのボール打った、引っ張ることもできちゃうもんね。ファーストランナーは2塁です。内川大活躍。さあ田尾さん、今のは福留、このゲームはここまで全て凡退しています。これは外れました。この球は入りません。いや調子のダメだ。インコースストライク、ワンストライクワンボール。この回続けてランナーを出しています。さあ3投目、抑えボール打って打球はサードへ、サードが抑えます。アウトです。華麗なプレーでした。サードゴロに終わりました。なんと大丈夫、進塁させよう。さあもう一回今のシーンです。で次のバッターは岩村さんだもの。そのバッターボックス、すみません、ちょっと点取っちゃいます。期待できるバッターですよ。はい、得点圏にランナーを置いてからのバッティングは要注意です。この回はワンアウトになっています。2球目はどうでしょう。このピンチどう抑えるか。さあ3球目はどうか。チェンジアップが打ちました。高いバウンドになりました。取りました。これはホームはタッチ。いやー岩村さん、すいませんね。いや今日ね、さっきのリンコンよりはね、もう圧倒的にやりやすいから。どう組み立ててくるか。初球から打った。よっしゃー、打っていきます。センターの前、ワンバウンドしました。さあバッターランナーは2塁へ。さあセカンドランナーがホームインしました。さあファーストランナー一気にホームへ。ファーストランナーイエーイ、タイムリースリーベース。4対1、走者一掃のタイムリーツーベース、2点を追加。その差は3点になりました。そして川崎、4回にはファインプレーでファンを喜ばせてくれました。まず変化球を見せてきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。すでに2点を奪われています。変化球、やっぱこうなるとやっぱリンコンと相性が悪かったのかね。打って左へ、よしレフトの前に出した。ワンバウンドヒット、三塁ランナーホームイン。バッターランナーストップ、1対1。さあタイムリーが飛び出した。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。どこから行くか。
はい、すみません、調子乗りました。今のは今の俺なら何でも打てると思った。取りました。これで3アウトチェンジ。よし、4点差。8回表を終了。最後まで分かんないかね。あとアウト6つ。8回、ここまで7回を1点耐えてきました。初球見送っていきます。ワンストライクノーボール。さあ2球目。あっといい当たり、取った。一塁送球完璧。一塁、これはアウト。ショートゴロに終わった。今日の奪三振の数は6となっています。低めのボールで低い打球になりました。ライトからフロットへ。さあヒットが惜しい。惜しかったね、ライトゴロ。おへいだ。5回には鮮やかな。いや、余裕はねえぞ。いきなり牽制。あっと落としてしまった。いつも通りだ。涌井、今日は8回途中までを投げ許したヒットが6本。この回そのうちの1本がありました。2投目はこれは大きくバットが回りました。しかし今日はストレートがいいように思いますが、変化球、しかしファウルボールです。惜しい。次の4球目。今のでね、ジャンピングキャッチでもしてようもんだったらね、今までの全部帳消しだったよね。右だ。この前の打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。まずは初球。初球変化球、空振りです。低めのボール球なんですけどね。はい、それで空振りになりました。ピッチャー有利になったか。この球は外れています。2ストライク1ボール。さあ4球目。さあこれは痛烈だ。打球はレフトへ上がってどうだ。危ない。取りました。3アウトチェンジ。お疲れ、涌井さん。のまま9回開始。9回ダル行くよ。ダル行くよ。9回攻撃中の日本。途中から行くよ。まだ球投げれるから途中から行くよ。ダル。初球は手を出しません。いや、怖えもん。ピッチャー変えたら。今日のゲームはフォアボールの出塁が2度あります。低めを打って、ここまでの日本ヒットが9本、5得点の内容です。一方のメキシコヒットが、あっと打ちました。フライです。ナイバッチ。落ちました。ここでヒットが出ました。ここはちょっと大きな期待。ダイソー。さあ日本代表ファーストにダイソーを送ります。片岡、ロドリゲス。今日は1回を投げて打たれたヒットが4本、失点は3となっています。どこから行くか。村本、高めのボールで入りました。カウント1ストライクノーボールです。この打って、今のはファウルになります。やはり狙ってきました。あ、戻って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 。今のはですね、スライダーに対応できませんでしたね。取りました。ワンアウトになっています。ショートフライに。さあ5回目のバッターボックス。どうする、走らせっか、行ってみっか。まずはシュートから入りました。面白いように決めてきます。城島、今日はここは走ってきました。あ、外れた。大きくウエスト、スチール。うわ、うまい、さすがだわ。早いですね。はいですね。先頭バッターにヒット、その後内野フライに打ち取りました。今日はまだヒットが出ません。さあバッティングカウント、どう攻める。いったんじゃない。この打球です、この打球です。いや、入りました、入りました、入りました。いや、ここに来てマノッチで、ね、打撃センス、打撃センス。あれ、いい感じ。あ、ごめん、パフォーマンスしない、俺ボタン押しない、間に合ったかな。そしてベンチ前、ファンも喜んでいます。2点を追加します。最終回、これはダメ押しになります。いや、あー、もうこれはメキシコ代表、また次のバッター。ちょっと待って、俺今さら、まあ、やっぱね、やっぱ気になるの、ナイトスピリッツだよね。俺がうまいってことだな。さあ今日のバッティングなんですが、4打数3安打。最初の1球。あ、待って、能力見して。最初は内から入りました。ワンストライクノーボール。うん、オッケー。この回ツーランホームランを許しています。これも強い当たりだ。これは低い当たり、レフトへの打球は、これはセンターの前に落ちます。いや、よかったね、最終回ホームラン出て。もう勝った気でいるけどさ、俺。得点差は6点、日本がリードしています。最初のボールは、最初は見ていきます。カウントノーワン。今日のバッティングで4打数ノーヒット。ノーヒットでは終わりたくないでしょう。今日はここまでノーヒット。外へ、これでは。とどめさん、ノーヒットか。あら、打ち上げた。ダメな日だったのかね。ちょっと引っ掛けた感じ、ね、みんなそれぞれね、活躍してるから活躍させてあげたかった。
キャッチャーフライに倒れました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。とどめ刺しますか、山田さんで。ツーアウト、ここまでの全打席です。レフト前ヒット、タイムリーヒット、ショートライナー、そしてファーストゴロ、4打数2安打。第2球はどういった低めのボール打ってツーアウトになっています。3投目、いい当たり、これも大きいか、大きいか、大きいぞ。いや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 、いや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 、この活躍を最初からしていたかった。何かこう疑われるんじゃないかというぐらいに大活躍ですよ。よし、ついていけないぞ、その盛り上がりは。バッターこの回失点が続いています。ちょっと待って、なんか嫌だな、疑われそうなぐらい活躍してるよね。一応何も変わってないよ、本当にこんな感じ変わってないです。6回目の打席が回ってきました。俺もね、困ってるもん。チェンジアップ打った、こんな予定じゃなかったなって。足が勝つか、日本放ったヒットの数を14としています。そして川崎、4回には素晴らしい守備で場内を沸かせました。代打稲葉、よし、ヒッターですよ。さあ日本代表、ここで代打を告げました。稲葉、9回の表ツーアウトです。日本代表ショートへの内野安打でランナーが出ています。どこから狙うか、初球振りません、ボールカウントワンストライク。このバッターでこの回8人目となります。ツーアウトランナー一塁です。3球目はどうする、やはり狙っていました、スタートします、これはセーフ、スチール成功です。やっぱ走ってきましたね。はい、そうですね、わずかに外、この誘いには乗りません。この球は外れてフォアボール、ここはある。ああ、首をかしげています。ピッチング立て直せるんでしょうか。そして次のよし、じゃあ頑張りましょう。八木選手は本当に、ね、頑張ってくれた。一巡となります。緩いボール打った、左へ、取るなって、気持ちよかったぞ今のも。3アウトチェンジ、よし、どうすっかな、ショートだな、ショートに中島選手、ショートにして、サード岩村さん、セカンドに片岡選手、ファースト、そっか適正ないのか、じゃあ阿部選手ファースト、よし行くぞ、どうせならここから1失点もせず終わらせましょう。さあ日本、今日はここまで2打数ノーヒット。ストレート打って、これは1、2塁間破った、きれいに破りました。さあノーアウトのランナーです。この試合、さあ涌井、今日のゲーム打たれたヒットの数が7となっています。最初のボールはやべ、なんかなんかやべな、怖えな。第2球ストライクです。ボールカウント2ストライク、バッター見送りました。2エンド1です。さあこの当たりは打ち上げてセンターの打球ちょっと待って、ちょっと待って、ファーストランナー三塁を蹴った、三塁を蹴った、ツーベース、ファーストランナーがホームインしました。9対2、限界か、この回すでに1点を失っています。最初はストライク、せめてワンアウトぐらい取ろうよ。ボールはどうか、高め、前進、前進します。ワンバウンド、何何何何、取れないの、ちょっと待って、なんか助けて助けて、こんなんじゃない、こんなんじゃない、終わり方やだこれ終わり方すごくやだ。なんだ気分変えよ、ピッチャー答えだ。
いやーなんかやだな、嫌な感じだな。もっとさ日本代表、ね、せっかくこういい感じに攻撃できたんだから、綺麗な守備で終わらしたかったよ。きっちり抑えるのか。ヘアストン、今日のゲームは1回出塁しています。さあ第1球大きく外しています。さあ第2球バットに当たりません。ワンエンドワン。3球目インコース、思わずバットが出ました。まあきっちり振ってんですけどね。はい、大きな空振りでした。さあ5球目、外へのボールは入りません。フルカウントになっています。これはどうだ。やばい、入んね。フォアボール、フォアボールのランナーを出しました。バスケス、今日はまだ出塁はありません。初球空振りです。ちょっとね、一発狙ってんじゃないですか。ええ、豪快な空振りでした。さあ外してくるのか。しかしこれはボール、2エンド1。さあ次の4球目は、あっと強烈な当たり。この打球はレフトへの当たり、追っていく。なんだよそれ、どうした。ちょっと待ってよ、怖えよこんなの。やべえじゃん。ランナーがホームインしました。9対4。なんだこれ。さあもう一度見てみましょう。ダルビッシュがそんな余裕ねえぞ今。先ほどはノーアウトだよ。まずワンアウト取ろうぜ。すごい当たりでしたよ。初球インコースから入りました。ストレート154キロです。第2球、これもいい当たりだ。センターへ上がっている。さあタッチアップ、このタイミングはどうか。中継のショート、はい、ワンアウト。ランナーがホームに入ります。勝つぞ、絶対勝つぞ、逃げ切るぞ。なんかすげえ怖えけど逃げ切るぞ。そして8回の3打席目、ライトへのヒットを記録しています。まずはインコース、ワンストライクノーボール。この回7人目のバッターです。よかったね、いっぱい点取っといて。ちょっと力入りすぎじゃないですか。低めを打って、ちょっとファウルボール。はちょっと待って、俺さっきなんか動かした、動かねえの動かねえのよ。なんかやったっけ、何もやってないよね。動かねえのよ、どうする。さあ4球目ボールになります。バッテリー1球外してきました。次が5球目、インコース決まった。インコース見送って三振です。さあ世界一目前、ベンチはもう総立ちで、よく総立ちできるな、よくそんなテンションでいられるな。今日4回目のバッターボックスに入っています。よし行くぞ行くぞ、終わらせるぞ。日本代表、ここで3番手ピッチャーを出します。ダルビッシュ、2アウト、ランナー2塁の場面。スライダーで三振で終わらせよう。さあ最初、まあスラブだろうな、あれ、あの感じは、映像を 見る感じだと。ツーアウトランナー二塁です。さあタオさん、メキシコはどんな展開に持っていきたいですか。ここでね、ランナー返さないともったいないですよ。はい、おい、このチャンスに両打ちだし、ちょっと逆が立ってくんねえかな、逆が立ってくんねえかな。次の2球目、再現できねえじゃないかよ。外の次はインコースに来ました。タイミングが合いません。ちょっと1球見せながら、ラスト1球、やっと空振り三振、試合終了。いやー、なんともすごい再現率だやりました。いや最後みっともないな。今大きくガッツポーズ、優勝、世界最強の座につきました。このワールドベースボール、最後ビシッと押さえてたら気持ちよかったのにな。まあらしさが出たってことにしましょうか。城島にいたってボール取る気すらなかったからな最後。いや、いいですな、いいですな、いいですな。やっぱ今の国旗を見るとやっぱあれだね、グラフィックは昔だね。いや、やりました、よかったです、勝てました。点の取り合いって言っていい試合なのか分かんないけど、まあそんな感じの試合になったね。解消、気分悪いよ。けど4点ずつか、ホームランも出たしな。いや、涌井さん完璧だったんだけどな。やりました。優勝。お、エンディングかなこれは。あ、なんかもう飛ばせない感じかな。
読んでっかい俺が。中国 VS 日本の試合は爆発的な破壊力を見せた日本が1対10で圧倒した。日本は2回表2アウトランナー1・2塁から岩村の先ちょっとこれ飛ばせないの。あ、読んでいきましょうか。読んでいき勝手に飛んでいくわ。日本 VS 韓国の試合はわずかなリードを守り抜いた日本が1対0で逃げ切った。日本は1回裏ノーアウトランナー2塁から中島のセンターへのタイムリーヒットで挙げた得点を最後まで守り抜いた。投げては先発岩隈が5回3分の1を0点0点に抑える力投を見せ勝ち投手になった。こういう場合は0点か0点か0点だな。日本 VS 中国の試合は終始リードを保った日本が3対0で完勝した。日本は2回裏2アウトランナー1・2塁から亀井のセンターへのタイムリーヒットで挙げた得点を投げては先発ダルビッシュが7回を0点に抑える力投を見せ勝ち投手となった。やっぱこう見るとあれだな、貧打だったな。うちは日本 VS メキシコの試合は引き締まった投手戦の末日本が3対1でなんとか勝利をものにした。日本は4回裏ワンアウト2、3塁から小笠原のセンターへのタイムリーヒットで貴重な勝ち越し点を挙げた。投げては先発涌井が5回を 1点に抑える力投を見せ勝ち投手となった。覚えてなかったけどメキシコ戦で涌井選手は投げさせてたんだね俺がね。ちょっと覚えてないけど、キューバ対日本の試合は引き締まった投手戦の末日本が2対3でなんとか勝利をものにした。日本は6回表2アウト満塁から岩村さんのセンターへのタイムリーヒットで貴重な勝ち越し点を挙げた。投げては先発杉内が5回を1点に抑える力投を見せ勝ち投手となった。やっぱ岩村さんってのは素晴らしいですな。よく打点をいっぱい挙げてくれたもん。日本対メキシコの試合はわずかなリードを守り抜いた日本が1対0で逃げ切った。日本は3回裏2アウトランナー2、3塁から青木のショートへのタイムリー内野安打で挙げた得点を最後まで守り抜いた。投げては先発内海が6回を0点に抑える力投を見せ勝ち投手となった。今日みたいな試合もっとしたかったな。面白かったのね、やっぱ打てるとね。日本 VS アメリカ合衆国の試合は終始リードを保った日本が4対1で完勝した。日本は3回裏ワンアウト満塁から中島のセンターへの犠牲フライで挙げた得点が効果的だった。投げては先発松坂が7回を1点に抑える力投を見せ勝ち投手となった。これが、ファイナルの準決か。で次が最後、メキシコ対日本の試合は日本が5対9で勝利した。日本は9回表ワンアウトランナー2塁から城島のレフトスタンドへ飛び込むツーランホームランで挙げた得点が効いた。おい決勝だぞ、もっと書くことあるだろう、もっと書くことあるだろう。これで何かあるのかなと、なんか MVP とかさ、そういうのないのかな。まあ岩村さんだと思ってんだけど俺は。MVPうん、150って何？あ、1.50 か。防御率のことか。え？あ、今日実際の大会も松坂じゃなかったっけ ？MVP 取ったの。なんかそんな記憶はあるな。よし、そんじゃ終わりますか。面白かったですね。いや今日の実力でね、もうちょっとやりたいな。今日は結構打撃はいけてたものね。え、まあなんか守備みんなやりたくないって感じでなんか急に変な感じになったけどさ。よし、じゃあ終わりますか。いや面白かったです。はい、そんじゃ、終わろうと思います。次のプロスピの企画はまだちょっと考えてないんですけど、またちょっと充電期間に入って何か考えて、何か面白そうなものがあればやっていきたいなと思ってます。はい、そんじゃ、ありがとうございました。そんじゃ終わります。バイバイ。